おはようございます。おはようございます。皆さんおはようございます。元気ですかい言うてね。放課後出会えるね。出会えるんですけど、これがいつものやつね。これが違うやつだからこれはやめよう。で、森島先輩はもう出会ってるんで、多分これなんだよね。これ。は？ちょっと見てください、上のここ。犬習性ってすごいよな。よし、僕も飼い主のところに戻ろうって。バカすぎる、マジで。バカすぎる、本当に。だって、綾辻さん会えますか？本屋によって今週号の漫画雑誌を買って帰ろう。え、放課後、綾辻さん会えない。マジかよ。綾辻さん、今会うかじゃ。はい。いや、今ちょっと軽く後悔してることがあるんですけど、別に、綾辻さん、今行く必要なかったらっていう。おかしいな。まあいいや、さえちゃん行こう。これ？え、これ？これだよね。行こう。そうだよ、中田さんに保健室でのミアの車にフォロー入れておかないと。まだ行くの？普通に考えれば教室だけど。気持ち悪いよな。普通に考えれば教室。いないし。転入してきたばかりだろう。一人でブラブラするとなるとあの変化。すごいな。学校の地区を把握しておりおらっしゃる。なんで？疲れてるのかな？すごいよな。屋上に入れるってマジでいいよな。自殺者多そうだけど。地毛が茶色なのかな？この子。眉毛も茶色だし。中田さん。それあんだけおっぱい眺めてくるやつの近くにはいたくないよね。ちょ待って、謝らせて、言うてね。あ、かわいい。あー、かわいいっすね。あー、かわいい。勢いで謝ると言ってしまったけど、僕は別に。かわいい。ミアのことなんだけど。あんまり喋らないでこ。いや、ちょっと待って、かわいい。どうしよう、話してる。あ、僕は、あの、許してもらえないっていうことですね。なんかさ、まあ、これから分かっていくんだろうけど、中田さんもなんか兄弟がいてあんま仲良くないみたいな、これ、フラグなのかな。悪くはないと思うけど。やっぱそうだよね。それか、もうお兄ちゃんに体をいいようにされてるかだよね。そのお兄ちゃん多分僕でしょうね。かわいい。もう触らないように言っておくから。あー、これは地雷踏んだ。この辺胸、こう胸をね。失礼しました。まあこれは嫌だよね。ただのセクハラですからね。ただのセクハラ。ててて早く会話イベントやりたいな。会話イベント。おいおいおい、会話イベント。会話イベントをやりたいね。またいける。連続でいけるね、もう。いっちゃおうか。ちょっと待って。リホコが日向ぼっこでしょ？そうだね。いっちゃおうか。いっちゃいましょう。なんだかちょっとだり。熱でもあるのかな。よし、せっかくだし、保健室行こう。これはサボりたいだけですね。もし熱があったら少し休ませてもらおう。それがいい。これはもう完全にサボりたいだけですね。僕と一緒です。ふぅ。あ、これはまたか。大丈夫、ちょっとだけだから。のずきにくら早いな。おわー、やっぱしもかっこいい。おわみやちゃん、ねえさえちゃん、どうしたらこんなに大きくなるの？
これさ、もうバッグで入れてるよな。そんなのわからないよ。かわいい。いいなぁ、いいなぁ。かわいい。ミアちゃん、強い。けしからん。こうして触ってたら、ミアのも大きくならないかな。お前のお兄ちゃんのは今現在進行形で大きくなっているぞ。どうかな。おお、上着に手を。え、あれ、誰かいるの？まずい、逃がなきゃ。逃げる意味はなかったよな、完全にね。一個ずつしか出ないね、さえちゃん。あ、さえちゃんいなくなったな。これで、あれ、やっぱそうだよね、なんか別であるよね、これ。別であるよね、もう過ぎてんだろうけど。全部放課後今日の。じゃあ、一回ここでセーブして、もう全部見たいと思います。全部見たいと思います。はい、全部見よう、みんなで。この別ルート、別ルート、これでいいよね。オッケー、別ルート行こう。よし、待ちに待った放課後だ。梅原が新作ビデオを手に入れたという噂を確認しなくては。あれ、梅原、あれ、いないぞ。靴もないということは、早々に帰ってビデオを楽しむつもりだ。やはりあの噂は真実に違いない。主人公に言わないってことは、先に自分で楽しんでから渡すっていう感じなのかな。サプライズとかで今から追いかければまだ間に合うはず。一緒に映画を見るぞ。気持ち悪い、こいつら、こいつらマジで気持ち悪い。ここでリホコとゴツみたいな感じかな。いた。あ、確かにいたね。あの女の子の太ももガミ男。女の子の太ももガミ男言いますね。見つけたぞ、メカ。よう、大将、今から帰りか。ほら、メカラ。おいおい、何事だよ。聞き迫る顔して。これビデオ買ってねんじゃね？水臭いじゃん。どうしたどうした。俺に彼女でもできたってのか？水臭い真似をした覚えはないぜ。お、彼女？新作の？新作？ああ、なるほどな。新作の彼女か。新作の彼女ってなかなか面白い表現だな。すまん、別に隠すつもりはなかったんだ。とりあえず毒味をしようかと思ってよ。なるほどね。まだ俺も見てないからな。ハズレだったら困るだろう。違いない、うまいこと言いやがる。まあ、お前の彼女にかける情熱は確かに受け取った。これ一緒に見るやつだよ。俺のうちに寄っていけよ。毒か薬か一緒に確かめようじゃないか。なんだこいつら、めちゃくちゃ羨ましい仲だな。彼女はどんな感じだ。まあまあ、焦るな焦るな。彼女は逃げやしないって。なんだこいつらマジで。いいってことよ。それじゃ早速リホコの登場か、これは。と思ったが、ちょいと用事ができた。彼女の件はまた今度。悪いな。どういうことだ。気にするな。じゃあ先に帰るぜ、あまよ。胸の高ぶりはやかましいんだよな、やかましいんだよな。どういうことな。期待した分ショックもでかいよ。ビデオ見たかったな。いやー、さっき森島先輩に一喜一憂してましたけど、一撃で心を射抜かれましたね。やっぱりリホコが可愛い、やっぱりリホコが可愛い。多分後ろでじーってリホコが見てたのを梅原が見たんだろうね。うー、見たんだろうね。待って、失礼しちゃうよ。見慣れた顔でしょ。いや、もう可愛すぎる、可愛すぎるんだよな。ちょっと考え事をしてたせいで不意をつかれちゃってさ、つってな。そうなの？リホコが作動部に入ってから待ち伏せされることが減ってたから。今までずっと待ち伏せされてたんだね。待てよ、今日は作動部はどうしたんだ。お休みなんだよね。さっきリホコって出てなかった。間違えた間違えた。さっきリホコって出てたよね。
あ、そうか、名字で表示されるんだっけ。名字なんだっけ、忘れちゃった。で、あなたさえよければ。いや、もう好きだもん。お、桜井、今日は旦那と。おっぱいも結構あるし、普通におっぱいやるし、見てください皆さん、ほら割とおっぱいないですかこの子。旦那違う、もうかなえちゃんたら。あ、こっちはちゃんと否定するんだね。彼氏は否定しないけど旦那は否定するんだね。どういうことなんだろう。冗談だってば。これ多分伊藤ちゃんもね、リホコが主人公のことが好きなのは多分もうめちゃくちゃに知ってるんだろうね。またからかわれてしまった。いつもこうなんだもんな。リホコとはただの幼馴染だってのにさ。かなえちゃんはまだ帰らないの？もうこの主人公のこの、あ、イライラするな。今日はちょっと用事があってね。なるほどね。うわ、なるほどね。用事は多分ないんだろうね。リホコのことを思うこのね、かなえちゃんと梅原の、かなえちゃんと梅原付き合うんじゃね？思ったけど。てなわけで教室に戻るわ。これか、これ来たんじゃね？うん、なるほどね。またね。あんたもまたね。いやー、いやもう絶対そう。どうしたの？絶対してるもん。かわいい。で、なんだって？だから一緒に帰ろうって言ったの。かわいい。うわあ、だから一緒に帰らない？いやー、皆さんこれね、僕的には意地悪して糸に渡されて恥ずかしいから一人で帰るよって言った時のリホコの反応が見たいんですけど、僕は心に抗えません。それじゃ一緒に帰りましょう。本当？デデデーン、評価上がんない。梅原の言う通りビデオは逃げないんで、また今度にしよう。いやもうがわいいいいいい。リホコ一人で帰すと転んで泣いちゃうかもしれない。いつ私がそんなことしたのよ。かわいい。そりゃよく転んではいたけど泣いたりはしてないよ。よく転ぶ女の子っていいね。泣いてなかったっけ。かわいい。へえ、ずるいな。いやー、リホコの笑顔の方がかわずるいです。ムーだって。かちょっと涙が出てたんでお茶飲んでいいですか。意味わかんないですけど自分でも。よく転ばれるには気がしないような。確かにある意味すごい才能かもしれない。いや待てよ、そもそもどうして何もないところで転ぶことができるんだ。いやまあでも俺もよくある。俺は考え事をしてるからかな。ずーっと日向のこと考えてるんだろうね。考え事をリホコが。ひどいな、私もいろいろ考えてるんだよ。まあ日向のことだな。政治のこととか世界平和のこととかお前も考えてねえだろ。そんなこと、そんなに大それたことは考えてないけど、悩める乙女なわけですよ。ちょっと待って、かわいい。やばいな。かわいい。ありがとう。かわいい。将来が不安だよこの子。お前が将来支えてやれよ。今回は中田さえちゃんだけどな。うん、笑ってないで足元に気をつけるよ。大丈夫だってば。いやー待ってくれ、マジで可愛い。本当に大丈夫なのかな。こんなのを彼女にするときっと苦労するだろうね。こんなのっていいんだよ。お前が彼氏になればリホコの彼氏になるし、同情してお前だよ。はい、変えていきましょうかね。カオルと田中さんが立ち話をしているぞ。声をかけてみよう。
行こう。カールはどんな感じになるんだろうね。これといって誰もいないな。時間もあるし少しブラブラするか。時間があるから少し校内をブラブラするって意味が分かんないけど、俺と話したら。あそこにいるのはカオルか。中学の頃の悪友で今はクラスメートが縁があるというか、僕とカオルってなんだか不思議な関係だよな。最近は少し距離が離れた気もするけど、それでも仲は悪くないし。それにしてもカオルね、田中さんと何を話してるんだ。同じクラスメートなんだから教室で話せばいいのに。うん、ちょっと気になるな。僕も二人の話に加わってみようかな。女の子、女の子二人の会話に入るか。まあまあ。何考えてんのよ。私そういう男ってほんと許せない。あ、恋愛そうだね。やっぱり私としては真剣に考えてほしいから。田中ちゃん可愛いですね。ダメダメ、そんな甘いことばっかり言ってるから男がつけ上がるんだって。なんか曖昧な返事しか返さずに体の関係だけ持つクソみたいな男って言いますよね。大っ嫌いです。ちょっと身に覚えがあって痛いですけど、心が。まあいいでしょう。そうに決まってるでしょ。これ以上ふざけたこと言うようならすぐに私に言いなさい。いや、カールはいい性格してるよね。イライラしてる、イライラしてる。チタンダ踏んでる。チタンダ、チタンダ、チタンダ、懐かしい。一発かましてやるんだから。タイミング良すぎる。カオル当たっちゃってるよ。あれ何してんのか知らないけど、そんなところに寝てると風邪ひくわよ。いやー、カオルも結構いいよな。そのカオルのパンチが、ああ、だからいい感触がしたんだ。うんうんうん。だ、大丈夫。まあお前が悪いって言うしかないよね、これは、ね、ごめん、一応悪気はないのよ。一応な。頭がクラクラするよ。不用意にカールのそばに近寄ったの失敗だったから。まあそれだよ、一番はそれ。どうしたの。おい、待ってくれ、主人公見えてるやん。マジか。ちょっと僕にも見せてもらえません。髪の毛一本出てる、髪の毛の隙間から見える感じ、黒かな。ガッツリ見えてんな。これは。ほら、何黙ってんのよ。平気とか気にしないでとか言いなさいよ。いや、かわいいなぁ。パ？パッチ？それならもう謝ったじゃない。かわいい、コール。コールかわいい！パステル系のピンク。あ、ピンクなんだ。すんどめ！当たってる、当たってる。お前、すんどめって言ったのに。こわ。お前が悪い。全然止まってないんだけど。100億パーお前が悪い、全部。ごめんね。いや、まあ、いいよ、そいつが悪い。ケイコ、あんた責任持って運びなさいよね。ああ、田中ちゃん可愛い。私もお手伝ってあげるから。可愛い。私のせいじゃないのに。田中ちゃん可愛くない？めちゃくちゃ可愛いと思うんだけど、田中ちゃん。どう思います？ねえねえ、うわ、かわいい。おーい、お、かわいい。カオルもかわいいよな。保健室よ。いや、かわいいな。なんか髪の毛ワカメみたいだけど、かわいい。全然記憶ないんだな。なるほどね。あそこの記憶あるんだね。カオルお前ね、本当ごめんなさい。いやいやいや、あのスカート覗いた、あ、こいつが悪い、本当にこいつが悪い。かわいいじゃん、そんな顔したら怒れないじゃないか。怒ってもいい。僕の一番いい
怒ってもいやカオルちゃん付き合ってください。いいの最初の偶然だったわけだし2度目のは完全に僕のがあれ間違いない、だからイーブンってことさ、まあまあまあいいものもう一度殺せ、一回殺しいぞそいつ。カオルってこんな可愛いんすか。かわいい、それはね、かわいい、そうでもないと思うけど、かわいいな、珍しいな、確かだ、そうかもね、かわいい、やばい、かわいいぞ、これ、次の恋愛相手は、この子ですね、これは、そうだね、そうしよっか、めっちゃいい雰囲気になってたじゃん、今、保健室のベッドで何やらか好きですか、お二人して。元気出てきたじゃないか。うるさいわね。ほら、さっさと行くわよ。いや、かわいい。かわいい。かわいい。うん。行こう。いや、奈良崎もね、今日、よし、今日も一日終わったぞ、させたと放課後は何を。梅原のあれじゃないのか。お前、今日時間あるか。お。いやさ。今日はゲームセンターに寄って帰ろうと思ってんだけどよ。どうだ。聞いて驚け。例のアクションシューティングゲームが今日入荷されたって話だ。今日入荷されたんだったらまあ人並んでてできねえだろ。他に何があってんだよ。マジでいい関係だよな。同じ高校にこういう友達欲しかったな。おう、そう来なくっちゃな。同じ趣味があってさ。いいなあ、こんな友達いいなあ、寝台のコーナーとやってるやってる、結構並んでるな。やっぱそうだよね、さすがにね。おい、んちょっとあれ見ろよ。うん、違うって、あっちだあっち。ん、これが奈良崎だったってこと。え、あ、絡まれてんじゃん。どう、完全に絡まれてんの。かわいいな、さき。服がね、顔めちゃくちゃイケメンなんですよ、奈良崎って。イケメンでかわいいっていう感じの顔なんですけど、私服がめちゃくちゃかわいいっていう。助けに行くって言うんだろ。さすが、話が早いぜ。梅原ってマジでかっこいいよな。よし、それじゃ行くか。いや、マジかっこいい。お前さ、どっちが悪いか分かるだろう。お前黙ってないで、なんとか言うじゃないと。はい、ちょっと待った。そいつはできないそうだな。梅原た、なんか剣道部とか言ってるから割と強えのかな、もしかして。女の子相手に二人かかりなんてかっこ悪いぞ。確かに。へー、分かってもらえたみたいで嬉しいぜ。あ、おい、まあとりあえず一件落着ってとこか。何したんやろね。いや、かわいい、かわいい、かわいい、どうしよう。あー、奈良崎のテーマかわいい。奈良崎のテーマが一番好きかもしれない。ナンパには見えなかったけどな。もしかしてなんか事情があったのか。え、梅原のさ、なんかそう語りかけボイスってめっちゃイケメンで、イケボだよな。なんだか君が悪いみたいなこと言ってたし。捨て台詞にしては変だったな。まあな、そいつが悪いんだからねみたいな。すみません、ありがとうございました。あ、ちゃんとお礼が言えるいい子。いや、さっぱりわからん。いや、梅原イケメンすぎん、やばい。いいだろう、それよりあれ並ぶんだったよな。いや、イケメンすぎん、早くしようぜ。
日頃からやってそう、こういうの。え、めっちゃイケメンやん。めっちゃ出るやん、こいつも。梅からイケメンすぎるな。よし、これで終わろう。ちょっとは女の子と仲良くなった？うん、毎回同じこと言われるけど、ずっと同じ、うん、ずっと仲良くなったよ、俺は。うん、何言ってるか分かんない。まあこれでセーブかな。一応セーブデータ的にはリホコとカオルには会えてないけど、まあいいでしょう。まあこんな感じでね。じゃあ2日目もこんな感じで終わるかな。次からは割とテンポよく行きたい。じゃあお疲れ様でした。バイビー。